はい、やっと口金が登場します。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい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 、頑張って編みました。っていうか、あの紫のね糸、結局一玉全部編み終わりまして、4段編めたのかな、まるっと4段編めました。で、こちらの紺の糸の方もここ編んだ後に、あもう1段いけないだろうなと思って編めてなかったんですけど、いやいけるんじゃねっていうことで、編んでみたところ1段編めました。なので全部でこの一番下入れて1、2、3、4、5、6段、6段編めたことになります。ここまでくればこうちょっと不思議な形にはなると思いますけど、最後の口金ですね、このワイヤー口金、このワイヤー口金を使ってもういけるんじゃないかなということで、で糸の方なんですけれども、もうこの糸は本当にもうこれしか残っておりません。ほんと最後最後でございます。これしか残っていないので、こう別の糸、まあ、これは編み目がわかるね、スルッとした糸なんですけれど、綿とアクリルの混合糸で編んでいけたらいいかなと思います。よいしょ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 、いや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 、意外とね、意外とすんなり編めましたね。ほい、でまずこの、まあいきなりここで止めるのもいいんですけど、とりあえず長編みですっかすかなので、まずここを埋めていくところからやろうかなと思います。どうせだったらこの口金ね、しっかり編みくるんでいきたいので、ちょっと目数をですね、今なんか物を編んで鎖編み一目、なんか物を編んで鎖編み一目とやってますが、これを全部元の目数に戻していこうかなと思いまして、で今度からもう目が読める糸になります。目が読める糸になるということで、よいしょ、まず鎖編みのとこにちょっと見えづらいね、同じ紺色の糸だから見えづらいんですけど、はい、鎖編み1つしてまず細編み1つ編みます。よいしょ、もうこっからは細編み細編みの世界になるかな。で、はい、次の鎖編みのとこに細編みを2つ、全部の鎖編み1つのとこに細編みを2つずつ入れて目数を元に戻します。一応ね、この側面の方模様編みですね、長編み3目の玉編みと普通の長編みの組み合わせをこう変え、こうなんて言うんでしょう、ちょっと微妙なんですけどね、微妙なんですけど、ここがこう開いてる、斜めにちょっと隙間ができてる、そんな感じに見えなくもない。でもちょっとやっぱり糸が糸だだけに、はっきりと、まあ、模様こんな模様なんだっていうのは見えない、まあそんな模様、まあ模様を見せたいのであれば糸は別の方がいいので、まあそこら辺は割り切ってね、この糸はなかなか見づらいですね、模様が。ただ玉編みでちょっとボリュームが出てるなとか、まあそういうレベルのことしか多分見て取れないとは思うんだけどっていう形で、はい、最後、今最後のね、鎖編み細編みを2つ編みました。で一番最初の鎖編みのとこ細編み1つしか編んでいないので、もう1個細編みを編んで、でその1目めに引き抜き編みをして終了。はい、一応2段にしました。3段にしようかと思ったんですけど、2段でもいいかなと、まあ、この上にこう3段目が来て編みくるんでいくという形になるので、どうしようかな、もう1段やっぱり編むかな。はい、編みましょう。じゃあちょっと編んでシャシャッと編みましょう。シャシャッと、ほい、3段ですね、全部で3段編みました。でここからワイヤー金口をつけながら編みくるんでいきたいと思います。で編みくるんでいきたいのですが、まず印つけた方がいいよね。今編み始めからそのまんまいきたいので、はい、例のごとくなんなんですけれど、2つ折り、必殺2つ折り、まあこんな感じでいきましょう。
まあまあこんな感じよ。ここら辺とこの隣かな。ここで金具を切り替える、切り替えるですね。でさらに、これまあ金具この状態でパカッと閉じるんですけど、ここに留め具がないので。留め具、まあボタンでも何でもいいので、それでピッと引っ掛けるようにしたいなと思いまして、だったらループをつけなきゃねってことなので、はい、真ん中ここですよ。はい、ここ真ん中。本当か本当か、あ本当、まあ大体大体ここ真ん中かなっていうねところ、まあ片側だけでいいんでつけていきます。じゃあやってみましょう。いや本当にね、これやるの初めてなんで。でここにねこうついてもらいたいわけですよ。こう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 ついてもらいたいだけなので、多分ものすごい大変なことにはなると思います。ものすごいギャザーは寄るとは思いますが、やっていきましょう。もうやることは変わりません。鎖編み一つ立ち上げて、でこの金具を編み地に這わせて一緒に編みくるむ。ちょっと不安定だ、嫌だなと思ったらちょっとだけはみ出させてもいいんですけど、はい。で次も編みくるむ。でこれ先端がねゴムになってるので、まあ滑りづらいと思います。辛いとは思う。で編みくるむ。もうひたすらこの反対のね、この印のところまでこの一つの金具に収まるようにぎゅうぎゅうに編みつないでいこうと思います。いや本当にねこれで合ってるのかどうかもわからない、やり方もよくわからない状態のまま爆心しております。うん、まあ最後ここね、まあ、ぐるっと一周編んで全部編みつなげてしまうのですごいことになるとは思うんですけれど、編みづら。まあガマ口をつけるのとね大差ないと思いますけど、でもガマ口つける、縫い付けるよりもこう編み、まあ編みくるむガマ口はね私的には全然 OK だと思うんですが、あの縫い付けるタイプが辛いので、だったら口金の方が楽しいかな、編みくるむからいいかなって思います。まあどうせ留め具もね、こうビーズとかボタンとかマグネットとかいろいろできるだろうしって感じですね。よ、まあちょっとこうちょっとギャザー寄せ寄せぐらいでちょうどいいかもしれない。これがうまくいきましたら、ちょっともうちょっといろんなところでこのワイヤー口金を見るという私の中で選択肢が1個増えますね。はい、来ました。ここちょ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 いちょいちょい。はい、最後です。最後のよいしょ目に来まして、細編み、これ両方ねゴムがついてるので、これ以上糸が滑って出ていかなくていい感じでございます。で次反対方向にそのまんま引き続き編んでいきましょう。でこの次ですね、引き続き新しく金具をつけまして、ちょっとね引き続き今これギリギリですっきり入ってますので、引き続き別新しい金具をつけまして、よいしょ編みくるみましょう。よいしょ。でゴムが先端ついてるので結構ギリギリのところでねゴムがきっちりと滑り止めの役目を果たしてくれてますね。こうピタッとこことここの滑り止めになってくれて、編み地が止まっているっぽい気もする。まあずれたらずれたで何か考えましょうぐらいの勢いなんですけれど、まあとにかく編みくるんでいきましょう。なんかうまい方法があったら、教えてください。とりあえずこの硬いワイヤーを編みくるむってのは
やりづらいですね。針動かしにくいので結構イラッとくるかもしれない。はい、ちょうどこのマークが出てきました。マークが出てきたってことはここが半分ということなので、ここでよいしょ、細編みしました。ボタンか何かつけて止めたいなと思っているので、ボタンでしょ必要なの。ボタン、ボタン、なんかいいボタンないかな。こういうボタンがついてもかっこいいかな。うん、こういうボタンでいこうかな。じゃあこのボタンが入るぐらいの鎖編み、まあ鎖編み7目か8目かボタンを入れるところを作って、もしくはこうループをかけた方がかっこいいかな。じゃあちょっと引き続き、ちょっとこれはこの印がついたとこは印がついたとこで、ちょっと引き続き、はい、次のところ、まあ、編んでいきましょう。よし、こうしよう、こうしましょう。今これ印がついているところが真ん中です。こっちのね、金具の真ん中に相当する場所だと思っています。今ここに、うん、編みまして、こっから2つ、3つずつかな、 1,2,3,4,5,6,7 7目ぐらい編みまして、で7目編みます。鎖編み7目編みましたら、くるりんしまして、くるりんして、で 1,2,3,4,5,6,7 ですね、7目目によいしょよ、引き抜き編みかな、引き抜き編みをします。はい、引き抜き編みしました。引き抜き編みしたら、鎖編み1つしてくるりんします。くるりんして、この今編んだ鎖編みの中に細編みを何目ぐらいかな、7目編んだので7目にしますか。で次の目ですね、こっちの次の目拾って細編みと、これでボタンホールが完成いたしました。入るよね、入る入る状態になりました。はい、これでやっていきましょう。で残り半分、はい、最後の方までやっときました。やっときた。もう結構編みづらさがすごいですけど、最後の最後まで来まして、最後の細編み編みまして、一目目ですね、よっこいしょ、一目目拾って引き抜き、一目目拾って引き抜き編みでございます。一応編みくるみました。パカパパパパ、あ、できた。合ってるのかどうかは不明でございます。なんせ私何せ私合ってるのかどうかは不明。でも一応形になりましたね。で、あとは糸始末をして、ここにボタンつけて、こう、止まればいいな、と思ってます。やってみましょう。まあ今日ひたすら細編みしかしてないんですけどね。ええ、細編みしかしておりません。なんか珍しい編みをしてるのかって言ったら、今日は何もしてないな。はい、不思議な形ですができました。でこれはパカッとね、こう開くワイヤー口がね、初めて使いましたけど、うん、まあ面白いっちゃ面白いですね。こう本当にパチンとパチンと止まるというわけではなく、ただこの周りが硬くなるというだけなんですけど、それでもしっかりするし使い勝手はいいんじゃない。で金具リーカンとかね、こうここら辺にがっつりつければバッグとしてもできるだろうし、はいはい、なか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 のものじゃなかなかろうかということで、で底を円で作ったので、今この金具をつけたら形的に分かりますか。このちょっとこう円のこっち側が持ち上がってる、
というポーチになりました。いや、この形はこの形で可愛い、こうちょっとオムレット的な感じ、そこの見た目で可愛いかなと思います。ちょっと編み図を整理してみましょう。よいしょ。はい、もう本当に今日は細編みしかしておりません。この模様編みですね、前回編んだ模様編みの鎖編み1目のところに糸つけまして、細編み1つから始まり、隣の鎖編みのところに細編み2つという、鎖編み1つのところに細編み2つずつ入れていって、それを全部で3段まず編みました。3段編んだ後に今度はこのワイヤーですね、ワイヤーを入れながら、ワイヤーを一緒に編みくるみながら、ちょうど、こう丸があるんで、ワイヤーの形に沿うようにですね、ちょうどここが半分ずつになるように目数をポイントねつけまして、半分ずつずっと細編みをしていってるだけなんですね、編みくるんで。で、編みくるむんですけれども、片方だけこのボタンホールをつけたいなと思いまして、ちょうどここが真ん中だとします。もうこれはちょっと目数的には合ってません。とにかくここのこう片方のワイヤーの真ん中、ここっていうところがここだとします。そうするとだんだんその前後ですね、3目ぐらい、だから全部で7目分がこのボタンホール、まあ、今回はこのボタンの大きさ、この大きさのボタンを作るので、糸の太さとかね、ボタンの大きさでここの大きさは変わると思ってください。で、今回はこの7目ぐらいかなということで、こう細編み編んできます。編んできて、ここ真ん中過ぎて3つぐらい編んだら、そこから鎖編み7目編みまして、7目目のとこに引き抜き編み。で、引き抜き編みしたら、今度この鎖編み1つのところにずっとね、こう編みくるむようにして、細編みを7目編んで戻ってきます。戻ってきて、で、ここからもう次、ワイヤーを編みくるむのに戻るという、こう、ちょっと方向的にこう来て、こう来て、こう来る。一筆書きという状態で編んでおしまいということにしました。まあ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 、これは初めての作品ということで、まあここから徐々に進化していけたらいいかな。うん。はい。じゃあまた次、またね、作る時がありましたら、また考えていきたいと思います。はい。それではまた次回、次週ですね。いやー、何しよう。相変わらずですが、あんまり考えておりません。さあ、何しましょうかね。ですね。もういよいよ、あれだよね。7月も、ちょっと待って。ちょっとカレンダー見て。カレンダー。ああ。ああ、もうそんな時やだ、7月のもう末の方じゃん。あら、夏休み入るよね。うん、入るわ。ちょっとすいません、あの娘高校生なもんで、あんまりね、細かく日程を私把握してないんですよ、娘の。何があるかにがあるが。で、今年学校祭もね、子供たちだけなので、実際いつかって分かってなかったんですけれど、おお、ちょうどあれですね、私今日金曜日撮影してるんですけれども、はい、今日だ。今日学校祭ですね、娘たち。そうなんですよ。いつもの学校祭だと、もう私とか頑張って出張ってね、行って焼き鳥焼いたりなんだりって、子供たちの昼ご飯作るとかっていうのをやってたんですが、今年なくって、普通のお弁当を持ってこいなので、私は今日の朝普通にお弁当を持って持たせました。で、よく見たカレンダー今見直したら、今日学園祭ですね、学校祭でした。あら、あっという間。ということは、学校祭が終わるということは、夏休みに入るということですね。ちゃんと把握しなさいって感じなんですけど。はい。じゃあ、来週からですね。娘いるな。あ、でもあれですね。学校の講習があるから、午前中はいない。あ、でも午後も部活。あ、はい。大丈夫です。来週も
ップ数通りに撮影できると思います。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。じゃあ